事か。待っていたよ。同志ミカから連絡は受けている。視聴者前の広場を塞いでいるバリケードを見たか。破壊すれば通れるようになるだろうが、バリケードの裏側で待ち受けている帝国兵どもと真っ向からやり合うことになってしまう。だがこの家を抜けた先からなら、そいつらの意表をついて攻撃できるはずだ。なるほど、この家自体が秘密の抜け穴ってわけね。待ち構えてる奴らを逆に襲えるってか。面白い。やってみようぜクロード。ああ、試してみよう。ではこの抜け穴を使わせてもらいます。協力といっても我々にはこれくらいのことしかできないが、どうか将軍の命を救ってくれ。帝国と戦い続けるために彼の力がどうしても必要なんだ。私に任せて。先輩、寒くありませんか？次に行きましょう。敵発見。早く艦に戻って艦砲に当たりたいよ。温かい飲み物が欲しい。体温の低下に注意せよ。了解。そこに。やり遂げる。撃たれてる。避けて。撃て。いいぞ、その調子だ。敵の目的は将軍だな。行くぜ。
ちょろいぜ。やられたか。俺を誰だと思ってやがる。勝利のために。くれたか。ありがとう。本当にありがとう。どうしよう。感謝する。君たちは我々の未来を救ってくれた。いや、救われたのは僕たちの方だよ。あの物資がなければ今頃どうなっていたか。想像するだけでもゾッとする。と、話は将軍を連れ出してからにしよう。おっと、そうだった。よし、行くぞ。先ほどは見事な活躍でした。司令部からの褒章をお受け取りください。へえ、終わったな。レジスタンスも全員無事らしい。将軍は少し衰弱しているが命に別状はない。無事車に乗り込んだ。レジスタンスの指導者としてこのまま我々のアジトに迎え入れるよ。そうか、よかった。ここから先はこっちの仕事だ。あんたたちは先を急いでるんだろ。ああ、春までに戦争を終わらせなきゃいけないしね。約束だ。頼んだぞ。そうだ、男の子だったらクロードと名付けるよ。いや、そんな立派な人間じゃないよ、僕は。そうそう、こんな真面目君になっちゃうわよ。ああ、真面目なタフガイなんて大歓迎だね。じゃあな、君たちの分を祈る。あの車か。狙撃手。まずい、狙いは将軍だ。僕たちも撤退だ。行くぞ。レジスタンスっつうのはつまり民間人で、軍旗も俸給も勲章もねえわけだ。立派なもんだよ。あいつはさ、自分の信念だけで将軍を無事に逃がして。でも彼、誰よりも生きたかったはずだわ。なのにあんな無茶を。ミカは生きた、生き抜いたんだ。誇り高く。また一つ
帝国を倒さなきゃいけない理由が増えたな。約束したもの。ね。ああ。セルジオさん、この綿は？ああ、指の先くらいに丸めてくれるかい？アルコールに浸して消毒に使うんだ。はーい。ん？それじゃあ小さすぎる。もう少し大きくだ。でも指の先。すまない。君の手はまだこんなに小さいんだな。ドロップ一粒くらいだ。わかるかい？うん。昨日海兵さんにもらったよ。なら、それをこの瓶いっぱいに頼むよ。優秀な助手が来てくれて助かるな。ありがとう、アンジェ。ずっとここでお手伝いしてられたらいいのにな。私は大歓迎だぞ。カレンは有能だが外科専門だからね。君はきっと優秀な看護婦になる。保証するよ。なれたらいいな。そしたらみんなとずっと一緒にいられるから。なれるさ。自信がないかい？そう、無事帰還しましたか。ご苦労様です。まもなく艦は再始動します。補給を行い、次の出撃に備えてください。いい招待は間に合ったのか。ええ、さすがです。レジスタンスに犠牲者が出て少し落ち込んだ様子もありますが、結果これまで以上に団結力が強くなったようです。頼もしい存在ですね。しかしこれからの作戦の要は。封鎖しているはずの回線が。一番艦キャバリエからの緊急通信です。すぐに繋ぎなさい。はい。艦長。バリエまで沈むのか。談笑魔女と野獣。ウォレス君、レジスタンスから勲章が届きました。彼らからの感謝の気持ちとして受け取りましょう。センチュリオンを発見した。この海域だ。うん。それでどう叩く？破壊することが目的ではない。目標はあくまでも艦の奪取だ。あんたはやけにこだわるね。撃沈じゃなく奪取か。あの雪上巡洋艦、確かに大した代物だが、一大尉の手には余るだろう。研究畑のベルガーが興味を持つのはわかるが、ホルセよ、あんたの執着の理由は何だ？約束だ。約束？クライマリア、お前にも出てもらう。分かっているな。今回は先のような失敗は許されない。命令違反だけは絶対にするな。もしもまた同じ失敗をすれば、研究所に送り返すとベルガーは言っている。おい、それ一体どういうことだ？研究所からヴァルキュリアを返却しろとうるさく催促が来ている。協力者だったフェレスター博士が研究所を出奔したせいで関係が悪化したらしい。返答を先延ばしにしているが、この代表用で役に立たないようであれば。やれやれ。まったく、なっちゃないね。あんた、
戦争屋としては優秀だが、女の扱いはからっきしだ。なんだと？これからって時に追い詰めてどうする？あんたにしろベルガーにしろ、クライマリアをなんだと思ってるんだ。兵器、道具、それ以外に何があるの？なあホルセ、クライマリアもだ。俺たちは仲間だろ。は？仲間？そうさ、共に同じ戦場をかけ互いの背中を守り合う、これが仲間でなくて何だって言うんだ。もう少しお互いを思いやる心を持とうぜ。興味ないな。そんなものは必要ない。はあ、分かった分かったよホルセ。作戦の続きを聞かせてくれ。とんだ出来損ないですわね。役立たずの不良品。お前を研究所に送り返すことも考えねばなるまいな。何、心配はいらんよ。代わりはいくらでもいる。どうして頑張ったのにここでも役立たずって。私は本当に出来損ないなの。セルベリア、お前は我らの誇りだ。殿下に尽くし、その力を世に知らしめるのだ。よ、いるかい？あのうるさい男。その声、フェンリルだな。ってことはお姫様もいるんだろ？なあ、話がしたいんだ。ちょっと邪魔するぜ。ダメ、入ってくるな。おいおい、大丈夫か？あんた、また泣いて。入るなと言っている。ああ、わかった、悪かった。レディの部屋に許しも得ず入るもんじゃない。分かっているなら帰って、許しなど永遠に出ない。ほう、取り尽くし間もなしってか。いいね、ますます燃えてくる。あんた、いろいろあったみたいだな。一人で受け止めるのはきつかろう。どうだ、この俺に。私に構わな。そいつは無理な相談だ。あんたほどのいい女放っておけば男が廃る。また来るぜ。だけど兄さんは変わってしまった。戦争に変えられてしまった。今のあなたに平和を願う気持ちなんてない。あるのは歪んだ欲望だけよ。クロード、真実を知りたいのなら共に来い。戦いから感じたよ。お前は有能な指揮官だ。いつでも喜んで迎え入れよう。僕は。待て、待ちやれカイン。考え事の最中だったかな、ベルガ。やれやれだよ。こうしばしば呼び出されてはたまらない。帝都が随分と騒がしい。ガリア方面軍は撤退を決めたそうだ。君にとっては朗報だったかな。巡航大使も戦死したと国防本部が慌てるはずだ。無謀な遠征と軽視されていたキグナス作戦が
ようやく帝国の危機感を煽り始めた。すでに帝都には防衛部隊が集結し始めている。あれを返せと言ってきたのもそのため。連中はゼクソールまで招聘するつもりだ。バカな連中だ。己の身に何が迫っているかも知らず、キグナス作戦の真意を知れば死に物狂いで帝都に到達する前に食い止めるだろうに。しかし、だからこそ我々は己の目的を果たす機を得られる。しかり、今度こそ任せたぞ。はさて、今回の作戦のお前たちの役回りだが。はい。休息だ。今回はフォルセに任せ、体を休めなさい。いいのですか？もちろん、お前たちはとっておきの切り札だ。こんなところで壊すわけにはいかない。分かっているね、自分たちの役目が。はい、もちろんです。ベルガー様、すべてお心のままに。調整がうまくいったようでよかった。大切な娘を廃棄処分にはしたくないからね。ありがとうございます、ベルガー様。ありがとうございます、ベルガー様。うん、よ、お姫様。おい、なんだよフェンリル、そう邪険にするな。俺はお前のご主人様の忠実なる騎士、つまりお前の仲間だよ。誰が忠実な騎士ですって？私はお前を認めたことなどない。いい眺めだな。好きなのか、この景色が。お気に入りの場所があるってのはいいもんだ。昔の俺にはどこにも居場所がなくてな。俺はそこそこ地位のある貴族の家に生まれた。だが母親はしがないメイドでね、散々いじめられ虐げられ、耐えられず飛び出した先は貧民街だった。ろくでもない連中ばかりだったが、そこには自由と希望があふれてた。俺はそこで生きていく術を学んだ。人を知り、恋を味わい、友情を得た。俺の胸の中にはいつだってあの場所がある。だから何があっても耐えられる。あんたにはあるかい、そんな場所が？ないわ、居場所なんてどこにも。あるとしたらそれはきっと研究所ね。ああ、前に言ってたな、連れ戻されるとかどうとか。そこではね、毎日実験が行われるの。頭に電極をつけ、刺激を与え、反応を見る。針で刺し、水を飲ませ、何日も眠らせない。切断し、つなぎ合わせ、むき出しの脳に。やめろ、もう思い出すな。それが私の居場所なのよ。選ばれなければ、たとえ選ばれても、失敗して返却されればまた元の毎日が続く。いつか最後の明日が訪れるまで。分かったでしょ。私の苦痛は誰にも理解できない。言って、あなたと話すことは何もない。嫌だね。あんたを傷つける研究所とやらがあんたの居場所だって冗談じゃない。俺はそんな連中にあんたを渡したりしないぜ。あんたの居場所はここだ。今俺が決めた。勝手なことを。
お断りだわ。そうかい。この胸板、ご婦人方には評判いいんだがね。このナンパ者。ああ、ナンパ者だった。だがこれからは違うぜ。今この瞬間からこの場所はあんた一人のもんだ。だから居場所がないなんていうのはなしだぜ。泣く場所も笑う場所も全部俺が引き受け。フェンリル、この男に自分の立場を思い知らせてやりなさい。うわ、なんだよ、俺たちはダチだろ。くそ、いいか、クライマリア、忘れるな。お前の居場所は確かにここにあるんだからな。バカな男。14章、青き炎。センチュリオンに届いた緊急通信。それは別路で帝都を目指していた一番艦キャバリエからの救援要請だった。帝国の陸上部隊に囲まれている。至急応援を請う。厳戒な無線封鎖を破ってのその連絡はキャバリエが壊滅の危機にあると示していた。キャバリエが襲撃を受けたポイントはこの海域。帝都まではおよそ50海里の地点です。この位置であれば迂回して帝都へ到達可能だ。キャバリエが急襲を受けている間に。救援を求めている仲間を見捨てると。このままではキャバリエは間違いなく沈むぞ。クロード、いいか、冷静になれ。これは我々をおびき寄せるための罠だ。行けば敵の大部隊が待ち構えている。帝都を前にして一隻ずつ撃破する算段だ。情で動くな。キャバリエに敵が集中している隙に帝都への距離を詰めれば戦局は有利になる。確かに、キャバリエを捨て帝都へ進攻すればこの間の消耗は最小で済む。だが我々だけで帝都攻略ができるのか。万全の状態でないこの間で、何より目の前で再び領艦が沈むのを僕たちは黙って見過ごすことができるのか。それはキャバリエが襲撃を受けているポイントは帝都までの航路にあたる。このまま全速前進しキャバリエを救出した上で帝都に向かうべきだ。敵の大部隊に囲まれたキャバリエが我々の救援まで持ちこたえられると思うか。仮に持ちこたえられているとすれば、それこそ敵の罠以外の何者でもない。ミラー君、現在の機関部の出力は故障前の何割程度ですか？メイン動力炉はまだ復旧しておらず、補助動力に頼るしかありません。今はリミッターで制御していますが、それを解除すれば4割は出せると思います。それも持って数時間。それ以上は機関部が負荷に耐えられません。現状の最大戦速を出せばなんとか間に合う計算ですね。艦長、まさか救援に向かうと。ええ、ですがウォーレス君の主張するよう、仲間の危機を救うためだけではありません。コメットの喪失から我々は学んだはずです。帝都攻略を目指す我々を阻む最も厚い壁はバルキュリアだと。キャバリエからの通信内容より相手はバルキュリアを有する部隊と見て間違いはない。では領艦が交戦しているのを利用してバルキュリアの背後を取り吸収すると。相手も無怪物三段は立てている。
ですが、正面切って戦うより作戦は立てられます。しかし、どういう手段かは分かりませんが、敵もまた代表へを自在に移動しています。ここでやり過ごしても、バルキュリアはこの先必ず我々の前に立ちはだかってくる。そう、バルキュリアとはどこかで戦い、打ち破らねばならないのです。帝都攻略、それがキグナス艦